皆さんこんにちは、指揮者の木村幸太郎です。さあ福岡空港国際線にやってまいりました。今日はですね、韓国は釜山からお客様がやってまいります。お父さん、兄貴、春になってね、いい天気になってまいりましたので、アウトリーチツアー再開したいと思います。アウトリーチツアーをなぜ始めたかというと、まだねコロナ禍ですので、学校やね教育現場ではなかなか音楽の授業がですね、演奏したり歌ったりっていうのが制限がかかります。なので先生たちはね、学校もなかなかこう授業のねネタとしてね困ってるという現実があるので、演奏をね各教室に回って演奏していくと、すごくねこう学校やね教育機関も助かるということで、まあ始めたツアーなんですけれども、まあ問題はね資金面なところが問題になります。まあスポンサー様がねついてくださったらいいんですけれども、まあねそうそう簡単にはね物は運ばないものでとなると、どうすればいいかというと、まあ僕はね毎日演奏をね、まあ、いわゆる流しの演奏をしてるんですけれども、そしてね貯金箱に資金をコツコツと集めて、ようやっと資金がね集まりましたので、ツアーをね再開していきたいなと思っております。今回はねこのツアーに僕のね韓国からの友達が賛同してくれたので来てくれました。今回のアウトリーチツアーにですね来てくれた僕のね友達を紹介したいと思います。ミスターコーン。私はコーンです。ありがとうございます。ありがとうございます。10年ぶりですね。 10 years ね、ハードルパース。コーン君とは10年ぐらい前に韓国の音楽祭でやってくる、それからの付き合いなんですけど、なんとね今回10年ぶりの再会で、今日ねタイミングよくこのねツアーにね参加してくれることになりました。ミスターコーン、Why do you come Japan? 私コタロのコンサートを台無しにする計画だ。さあもう一人のメンバーを紹介したいと思います。パーカッションのミスターチョイさんです。よろしくお願いします。パーカッションです。チャガタガアットカンプリプレジダンス。チョイさんは韓国の、ね、有名なオーケストラでティンパニーを、ね、伝えていたり、タガタガカンパニーのですね、プレジデントもされているもので、ワンカンプリープロパー。This is of course a very traditional festival. So near here. Anyway, try again. Maybe this is atmosphere of disease. And Yamagasa means attack or disease. Like this. Okay, try again.Just stay. Bam, bam, bam. Tick, tat, tat. Okay, try again for after with 11, by 11. Okay. Yeah. Same phrase. 1, 2, 3. So, tempo, tempo.But little bit tempo, within the tempo, but little bit slow and heavy. It's a very difficult to tell the new ones. Tan, 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 ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, like this. Yes. And this is point 14.タタタタタあ、しょうがねえ、like this、しょうがねえ、no、しょうがねえの、this line、しょうがねえ、あ、
yes, bravo. Yeah. Try again the same place. 11 after. 1, 2, 3.市にやってまいりました。今日からアウトリーチツアーのスタートでーす。イエーイ。 How do you feel? I think it's good. Oh, okay. How do you feel? ことです。 Good? ことです。 Okay. 頑張っていきましょう。行きましょう。のアウトリーチツアーの感想をコンさんとチョイさんに聞いてみたいと思います。굉장히그의미있고뜻깊었고뜻깊은공연이었고함께할수있어서너무재미있었습니다그리고사람들이그저를저희최애군과저를너무환영해주셔서감사했습니다학생들을많이만나서좋았고학생들이환영해줘서너무좋았고연주회를대하는태도와연주회이제같이참여하는모습이너무보기좋았어요감사합니다감사합니다今回ね特別なことといえば童謡をね作る作曲家の川村晃陽さんのふるさとに行ったわけですけれどもそこでですねこの2人と一緒にねこう日韓交流じゃないですけれどもこのね現地のご当地ソングいわゆるですね川村晃陽さんの民謡を一緒に演奏いたしました。川村晃陽さんはですねカモメの水平さんとか嬉しいひな祭りとかですね作った童謡の、作曲家です。それでは最後に川村晃陽さんのカモメの水平さんお届けしたいと思います。どうぞどうぞ